丈夫だろうと思って始めたのだが、めっちゃ早くに宅配が来た。嬉しい、やったやった。こんにちは、皆さん午前中のお仕事お疲れ様です。お昼休憩中かな、今ご飯食べたりお昼寝したりしとるかな。こんにちは。今日は舞川公園がね、6時半からあるんですけども、その前に私は5時5分から5時55分までラジオということで、もうすでにメイク済み。今日はめっちゃ大御所みたいなね、ほんまにスケジュールないよ。もうみっちりのスケジュールでボボボボボワンって感じなので楽しみだな。釣り吉さんありがとう、レインボースター、皆さんお仕事お疲れ様です。お洋服が届きました。この前注文したお洋服、リハなしじゃないですよ。あ、リハがあるからね、めちゃくちゃねスケジュールが密なんですよね。ついきちさんファイターありがとう。そう、今日来られる方よろしくお願いします。楽しみやな。マイカー公演、スタジオからのマイカーか、スタジオかけるマイカー公演だから。今日は暑い、どうなんだろう、暑いのかな。でもね、なんか温度見たらさ24度とか書いとった。暑そう。こんにちは、配信で見る、そう、みんな配信で見てください、よろしくお願いします。お昼休憩、みんな午前中のお仕事お疲れ様です。午後も頑張ってください。はい、左完了、右だけあと。チップスありがとう、お疲れ。今日はね夜配信がねできなさそうな時間帯なので、ちょっと申し訳ないんですが、今日は夜配信なしなので、ちょっと今この時間帯に配信させていただいてます。ごめんね。ちょっと公演もいろいろありましてですね、ちょっと難しいので今日できるの、今日こう配信するのなので、今日はこの配信のみとなります。今日はマジでねバッタバタなんよ。今午前中はねもう何もないんやけどね、今日午後からがもうバタコさんなので頑張ります。声ラジでいっぱい喋った後にマイカー公園でいっぱい踊ります。こんにちは、みんな。お話し会の受付が今日の13時まであと23分となります。第4再販二次受付ですね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。最終時間、直接の福山がね今回ラストなので、受付がもしよかったらお待ちしてます。こんにちは、お腹が空いたので、このあと昨日ね配信で見せたフルーツサンドを食べたいと思います。イエーイ。昨日ねご飯結構気をつけたからさ、そのロケだったけどあまり食べないようにね頑張って、食べるとしても食べるものをね気をつけたりとかしてたら
体重がね減ってて安心した。でもまだまだまだ最一番痩せてた時期よりかはちょっと太っちゃってるので調節するよ。今日どんな髪型にしよっかな。めっちゃ痰が絡んでる気がする。パちゃん来てないですよ。暑いからまた、あ、確かにまとめ髪でも再建してないなって思ったけど、髪切ったから、まあ、髪切ったけどできるかな。確かにね、まとめ髪ありだね。なんかくくりたいな。なんかこの前ハーフツインとかなんか下ろしとった記憶があるよね。毎回そんなことなかったっけ。今日はスタジオとマイカー公演、その前に研究生のオープニングアクト、来られる方よろしくお願いします。楽しみましょう。お団子か、確かにね、お団子いいけどね。でもね、髪切ったからね、そこまで上げれない気がする。今日は何時までしよっかな。13時ぐらいまでしよっかな。みんながだいたい平均的なお昼休憩が12時から13時という感じがするので、13時までにしよう。こんにちは。ね、声ラジのお便り、発明ね、発明今回ちょっと難しいよね。ソラハもなかったからね、こんなんがあったらいいなっていうなんかにしましたよ。こういう機会があったらいいな、誰か発明してくださいっていう感じのお便りにしました。私はブログにしました。この時間の配信出すから、逆に今日はね夜ができないので、それよかった。今年度発売か、そっかそっか、4月だもんね。あれは何だっけ、みんなソラハコールよろしくお願いします。ソラハソラハ超絶かわいいソラハ言うてお願いしますね、来られる方。こんにちは。やばい、髪の毛がめっちゃ、よし、髪の毛はこれでいいでしょ。もうね、宅配が届いたからめっちゃ気持ちが楽。なんかさ、宅配のさやつってさ、なんか12時から14時、14時から16時、16時から18時、18時から20時とかさ、なんかそんな感じじゃないですか。19時から21時とか、なんかそのさ2時間さ無理やん、動けんやんか。でもう毎回ね、本当にね、宅配でドキドキするんだけど、もう今日は来ちゃったので、もう何でもし放題、何でもし放題。やった。でも今日夜がね、公演があるから難しくって、12時から14時ギリギリ受け取れるかなって感じだったんですけど、今日はめっちゃ早く来た。12時半よかった。服開けたいな。
けよ。ドン。宅配ボックスね、なんかねずっとパンパンなんですよ宅配ボックス。だからね毎回ね受けとなんかねダメなんよ。コンビニとかで、うん、もうコンビニねちょっとややこしいやん。しかも結構ね一回私頼むときめっちゃ大きなね いっぱい頼んじゃうから、あの頻繁に買い物しない代わりに。だからね段ボールでかいの毎回。だからね持って帰るとき大変やんなと思って。しかもコンビニまで意外と距離があるから、そう車とかだったら行けるんだけどね、車ないからね。そう営業所行ったらいいんだけどね、営業所からまた帰ってくるときもね大変だから。今回も段ボール大きめでもね、今回もね可愛いと思って買った服全部半袖なんですよ。だからねまだ着れん。なんか明日、今日は暑いけど明日からまたちょっと暑さっていうより、まあまあまあ長袖でなんか生活しやすいかなぐらいの気温だったからまだ着れないんですけども、お洋服がね届きました。今回は結構いろんな系統っていうか、あの色頼みました。あのいつもほんまにアイボリーだけやからダメやなと思って、新しい色っていうか色物挑戦しました。初訪問ありがとうございます。STO48のあ、シナのソラハです。覗いてくださってありがとうございます。毎日配信してるのでもしよかったらフォローお願いします。へいへい。かわいい、かわいい色味だ。なんとなんと黄緑カラーをチェンジしてみました。なんか春っぽいカラーが欲しいなと思って、でなんかでも緑すぎたらなんか春感ないかなと思って、ちょ淡い系の色をねめっちゃ探したいんよ。黄緑のトップスを買いました。ちょっと待って、ね、糸が出てる。バンジェラモンスターさん、花束、天然うなぎさん、くまパン、ありがとう。じゃーん、見て黄緑って珍しいかも。襟がちょっと大きめの感じで可愛いと思って、袖もねこのなんかリボンって感じで可愛いなと思って買いました。可愛い春って感じね。で可愛くない？なんかさ後ろはこんな丸み帯びとるんやけど、初期にねここかねリボンついとって、なんかちょっと可愛らしい。なんか大人っぽい服も買おうと買ったんだけど、今回ちょっと僕はあ荷物が配達されました。なんか可愛いなと思ってこういうカラー色も着ていこうと思って買いました。そのこの前ねピンク色のワンピース着てからピンク似合うよって言ってもらうことが増えて、あのピンクのなんか半袖っていうかなんか買ったし、色物って大事だなと思って挑戦していこうと思って買いました。続きましてはロングスカート。この前もねロングスカート買ったんですけど、なんかね最近ズボンばっか多かったんよ。
だからロングスカート欲しいなと思って見て、これめっちゃ可愛いよ。なんかハイウエストみたいな、もうめっちゃ足長く見えますみたいなやつなんです。これウエストの細キュッてなっとって、なんかもうめっちゃ細見えですみたいな、めっちゃ可愛い。見てほら、なんかこの普通のスカートじゃなくてこのヒラヒラがついてる、後ろもなんか段になってるみたいな、アシンメトリーワンピスカートみたいな。でなんかニット、まあ、白 T、 これでも全然いけるけど、こう白 T とか、まあね、こういうさっきのブラウスとか、なんかちょっとノースリーブニットとかでも似合うなと思って買いました。やばい、マジでタンが絡んでる、やだ、めっちゃやだ。うん、女子力高いよね、それな。可愛くない、ギャンカワやで。これはちょっと珍しい形だったし、空葉っぽくないなと思って買いました。可愛い、これ着るの楽しみ、マジで。はい。うん、丈は短め、確かショート丈とかでも似合いそうよね。かまちゃんさん、ありがとう。弟、ありがとう。で、続きましてが、あ、ニットです。なんかね、これパセと一緒だった。なんかこの前ね話しよったんよ、あのお洋服買ったんよねって言ったら、言ってね、見て可愛くないこれって、空は珍しい色買ってみたんよって言ったら、え、待ってくださいって言われて、それ私もこの前買いましたよって言われて、嘘やんって言って、お互い購入履歴に見せ合ったら、全く同じで、全く同じ、え、形も一緒、色も一緒なのね。でね、いつ買ったのって言ったらね、空葉の方がね2日早かったからね、真似しただろうってなったんですけど、でも言うて2日しか変わらんくって、そう、同じニットで同じ形のもうクップスを買ってました。私からしたらちょっと珍しい。かまちゃんさん、アイスありがとう。見てください、じゃーん、ちょっと珍しくない？色が青なんですよ、青で。かまちゃんさん、ありがたいっす。でニットで、なんか袖がなんか広がっとって、なんて言うんだろうね、二の腕ってか一番太いところが隠れるなと思って買いました。だからさっきのこのニットと、あ、このニットとさっきのこのねロングスカート合わせたら色味的にも可愛いし、ちょっと大人っぽくも見えるなと思って買いました。マジこれ一緒やった、おそろコーデできるよマジで。え、ほんまに全く一緒やったよ、びっくりしたんやけど。色だけかと思ったけど形も色も一緒。そう、運命やマジで、運命の糸引き寄せられた。ね、可愛いよね。そしてそしてですね、この前ね、ピンクのピンクのワンピースを着て、ピンクってかわいいやんってなったので、ピンクのワンピースを買っちゃいました。ピンクのワンピース買っちゃいましたよ、私。半袖でじゃーん。この前ピンクのトップスも買ったしなに、またまたワンピース買っちゃいました。これも春っぽいなと思って、かわいい、買っちゃいた。そう、今しわしわやけど、ウエストがちょっとキュッとなっとって、後ろがねこういう感じだから、かわいい。ほら、ラララララ、ロングスカート。
なんか淡いピンクって感じ、硬いピンクじゃなくて。可愛いよね、可愛いよね、可愛いよね。だからこれはまたもうちょっと暑くなったら着ようと思います。今はちょっとね、今日はいいかもだけど、明日からまたね、曇りとか雨とかだったりするからね。これも、そしてこの島、あ、抜きまして珍しいです。珍しいですこれ、マジで。私めっちゃ珍しいんですけど、なんとミニスカを買いました。春と夏用で見て、しかも私黒とかなんか茶色のチェックのスカートとかは結構ね持っとるんやけど、アイボリー持ってないと思って、じゃーん、アイボリーのミニスカをゲットしました。かわいい形が、じゃーん。ちょっと最近ねちょっとね痩せてきたからね、その足をちょっと出し気味なんですけど、じゃーん、あの何でも合うなと思ってゲットしました。しかもほんま最近痩せてきたからね、ウエストでねやったらね、上なんか結構 S サイズのものが入るやつ、この前まで M とか、もうものによっては L とかだったんですけど、イエーイ、楽しみだな、着るの履くのか。斉藤さんかわいい、結婚してありがとう。ミニスカ、ミニスカはみんな好きなのか、足で撮るの。結構 STU の衣装はねロングなことが多いから、ミニは珍しい。あ、で皆さん来ました、福山で着るお洋服、イエーイ。福山のお話し会で着るお洋服を注文しましてですね、もうその時にはさすがに暑いだろうと思いましてですね、福山で着ようと思ったお洋服、可愛いです。しかも大人っぽいです。だから大人コーデの日に着ようかなと思ったけど、福山の日にねちょっと可愛い大人、あの福山のねそこには可愛いお洋服って書いてるんですけど、可愛いんだけど大人っぽいって感じで、福山はちょっと待ってね、私の好きなアイボリーカラーなんですけども、めっちゃ可愛い形と思って、まずはじゃじゃーん、これに最近今の流行りだと思うんだよ、めっちゃ見たことあるの、これ、こういうやつ、こういうノースリーブのワンピースに、じゃーん、スケカンマックスのこのやつこのやつ可愛くない？スケカンマックス、なんかどういうのになるかっていうとですね、これで福山参戦します。ちなみにこういうのに、こういうアイボリーのノースリーブにこのスケカンマックストップスを着るって感じ、かわいいと思って即買いました。そう、皆さん気になった方はぜひ、申し込み可能ですよ。まああと2分でしかないんですけども、まあ、今日の18時からまたあるので、ぜひぜひお待ちしてます。これは今でも使えそうだな、マジかわいい。福山次の日はね STU48 祭があるからさ、このお洋服はかわいい、マジで
大人かわいい、かわいい服やけど大人って感じ。では終わろうかなてな感じのお洋服が届きました。もうねあと2分でねお話し会受付終了なんですけども、今日の18時からまたありますので受付もしよかったらお待ちしてます。では男女を読みます。13位ダルボーさん、12位ミューラーさん、11位トシキさん、12位ケンイチさん、9位エリックさん、8位帝国さん、7位アスパラさん、6位アリンコさん、5位マニラモンスターさん、4位天然ウナギさん、3位トシクさん、2位カマちゃんさん、そして1位はズリケチさん。ありがとう皆さん見に来てくださってありがとうございました。今日はちょっとこの後コイラジと公演がありまして、その後にもちょっとあるので、夜配信が多分できない時間なので、今日はね配信これだけとなるんですけれども、見に来てくださってありがとうございました。コイラジのお便り待ってます。そして公演見てください。そしてまだルームフォローしてない方はぜひルームフォローしてくださると嬉しいです。ではバイチャラポー、またね、おやすみちゅー、午後からのお仕事も頑張ってください。バイバーイ。